久保さん、野村監督にしましょうか。庄、は、司、い、が大事を生むと。これいい、いい言葉だなと思ってね。うん、買いました、うん。やっぱね、あれですね、まあ、野球の監督、野球だったんですけど、野村さん、すごいですね。まあ、めちゃめちゃ考えてますよね、いろいろと。いろいろと考えてる。うん なんかあの、その、あの、小さいことも結局その考えて積み上げないと、なんすかね、うーん、例えば、例えば、久保さんの、久保さんの家から北海道に行くとします。久保さんの家から北海道に行くと思います。じゃあ、今日も毎日その北海道に行くために距離をね、 ちっちゃい千里の道も一歩かなっつって一歩を踏み出したとするじゃないですかだけど沖縄の方に向かってたらいつ着くのって話で <laughs> ちゃんとその自分のその北海道まで行くためのルートは合ってんのかなとか確認したりとかあとはどういうふうに行ったらいいのあの早く着けるんだろうとかなんかそういうのを考えないとダメですよねうん,だけどそのなんか ね、今日一歩歩いたことに満足してる人が結構多いのかなっていうまあ一歩歩けない人もいるのであれなんですけど <laughs> で久保さんもいろいろとアドバイスする中でなんかやれない人がねやれるようになるとやったことに満足しちゃうっていう、うん、まあそれじゃあね稼げないですからね、うん、一歩歩いたことに満足するみたいねだからね野村監督はねめちゃめちゃ考えてるんですよねこれねすげえ考えてますや 野球に対してすげー考えてますね。うん。すごいいってらっしゃい。